アカリとは、日本の宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部が開発した赤外線天文衛星である。別名はアイリス。2006年2月22日に、ミューファイブロケット8号機によって、内野浦宇宙空間観測所から打ち上げられた。期待される観測成果としてなどがある。口実するように、太陽系内の小惑星観測でも、成果を上げている。 明かりは装填観測による赤外線天空地図の作成を主目的として開発された。装填とは望遠鏡の向きを変えながら空を舐めるように観測し、それを合わせて一枚の大きな画像を得ることである。つまり、明かりとはスキャナのようなものと考えて良い。明かりと同時に稼働している赤外線天文衛星としてはスピッツァー宇宙望遠鏡があるが、こちらは 明かりとは異なり、空のある一点を詳細に観測する目的で開発された。明かりと同様の目的で打ち上げられた衛星としては、1983年打ち上げのアメリカ、イギリス、オランダの IR エースがある。主目的はあくまで装填観測だが、スピッツァーと同様な思考観測も行うことができる。明かりは地球の中や境界線上を回る。 太陽動期軌道に投入され、運用される。この軌道上では、地球周辺で最大の赤外線発生源である、太陽を常に真横に見ながら飛ぶことができるため、観測条件を一定に保ったまま、かつ太陽に目を向けず装填観測を行うという、目的にかなう。目標寿命は3年であったが、打ち上げから5年を超えて運用された。2011年5月24日以降は、 バッテリーの蓄電量が低下したことで、日陰での電力供給ができなくなった。2011年6月から低波に向けた運用が行われ、11月24日、低波作業を実施し、同衛星の運用を終了した。地球に送信された観測データの分析はその後も続けられている。2018年12月17日には、ジャクサと神戸大学、 東京大学大学院理学系研究科からなるの研究チームが小惑星帯にある複数の C 型小惑星に岩水鉱物の存在を示唆する特徴を捉えたとの観測結果を発表した後継機となる赤外線天文衛星としてはスピカが提案されている FIS 衛星の主目的である装填観測に用いるために搭載されたが 文献分析も可能である。2台の検出器を搭載し、さらにフィルターを用いることで、50、80メートル、60、110メートル、110、180メートル、140、180メートルの波長帯に対応する。IRC。主として、思考観測のために搭載されたが、装填観測にも用いることができる。FIS をスキャナとすると IRC は、デジタルカメラである。 三台のカメラシステムからなり、1.75.5メートル、5.84.1メートル、12.426.5メートルの波長帯に対応する。ありがとうございます。